バイク来ましたよ。バイク。郵便局でした。ダメだね、暗いところだと分かんないね。初めて郵便配達にやえしました。ウケる。でも悪い気はしないよね、向こうの方も。こんな道仕事で行けるなんてね、いいじゃんね、毎日ツーリング気分じゃんね。ダムまであと28キロもあるな。でもただの林道みたいな感じじゃなくて、こう景色の移り変わりが激しい感じだから、ずっと走ってても飽きなそう。そっちに線路が走ってるからね、電車でも来てくれればいいんだけどね。あ、向こうの方まだ雪残ってるな、山の上の方。そういえば昨日車久々に運転したんですよ。向こう側から対向車でバイクが来るとバイクって言いそうになるんですよね。ハンドルこうじゃなくてこうやって握ってるのに手を上げたくなるっていうね、なかなか。ああもう癖になってるわと思って自覚しました。でも日産のノートオートマ乗ったんですけど、もう久々に乗る車はつまんないことこの上ないね。もうね、もう楽なんだけどね、楽なんだけど、すっごいかったるかった、面白みがほとんどなかった。もともと私が車ずっと好きだったんですけど、車ってあれこんなに一体感なかったっけっていう感じでしたね。うわ何これ超つまんねえみたいな。まあノートは面白い面白くないっていう、そういう評価をする車じゃないんですけど、すんげえつまんなかった。楽なんですけどね、これだったらどんだけ遠くでも行けるわとは 思いましたけど、なかなかあの車でよしドライブ行くぞっていう気には、もうこれを知ってしまうとなれないね。おーっといい感じ。いいね、いいところに家建ててるわ。あれ天然炭酸水なんだろう。ちょっと寄ってみよっか。ほい、これってこと？これが炭酸水？違うっぽいよ。違うっぽいから行きましょう。250m 行かないとダメなのか。こっちね。あれ？じゃあちょっと見に行ってみる？せっかくだから。炭酸。ここで汲むってこと？めっちゃ深い。ブクブク言ってる。これで持ってくるってこと？なんかめんどくさいからいいや。じゃあ行きましょう。じゃあ行こう。左。ほいえ。
水でした。あんな何でもないただの蛇口最初ひねったぐらいにしてこれってかやってほい、只見町へ行きました。うわー綺麗だないいツーリングルートだ。ここは塩沢スノージェット。うわー虫がすごい。うわいい感じ。うん素晴らしい。うわ素晴らしい。ほんとこの水面に近い場所を走るっていいよね。うわめっちゃ綺麗なんですけどね。ほいなんか面白い形の山だな。それとんがってる。橋渡りまくるね。橋渡るたびに見てしまうね。横はあれ あそこにある雪が積もってる山にどんどん近づいてってるな。あそこお、ちょっとこの辺マンホールガタガタゾーンだな。うわわこの辺道悪い。うわしゃ道悪いしマンホールが飛び出てるっていうか引っ込んでる。うわ障害物レースだこれ。レースではないけど障害物ツーリングこの辺危ないね。ちょっと皆さん気をつけた方がいいですよこの辺。バイクイエー、はあ、平日にこんなやってバイクで走り回れるのいいな。こういう生活がしたい。今回は偶然こういう風になったけど、かといってね休日仕事するっていうのもね、休日も休んで平日も休みたいもう仕事を辞めるしかないね。そうなるとぐわはあ、いいね。そっか奥只見町だからそれなりの町なんだよね。なるほどね。なんだかこんな山奥なのにこういう景色になるのは不思議な感じがするな。バイクイエーサイドカーなんて渋いね。サイドカーでバイク側に乗ってる人はいいかもしれないけど、サイド側に乗ってる人怖くないのかな。結構視点低いから速度速く感じるよねきっと。カート並みだよね。で車ほど防御力がないじゃないですか多分。おあれかな田子倉ダム。うわすげえ。うわすごいですめっちゃ映ってますうわ鏡見て。すげえこんなん初めて見ましたけど、ちょっと止まろっかな。ちょっとあちょうど棒が。すげえ。いいな。
ここはいい道だわ。皆さんここおすすめ、国道252号。まあでもこっから先がどうなってるかわかんないからね。ここまではというかここがおすすめだけど、魚沼まで55キロ、その55キロがどうなってるかわかんないけどね。うわ近い。確かここ行けないんだよな、まっすぐ。ダムのすぐ下っていうのは、関係者以外立ち入り禁止。上から見ましょう。お、いい感じ。ここ始まった。うわ、いい道だこれ。よっしゃ。お、ヘアピンでした。ほいお、激しい激しい道だここは。お、工事。片側交互通行、信号機あり。どちら50メートル先。ほい、あれないよ。ないか、なしか。なしでした。ん、この先どっち。ほい、ないっぽいね、信号。うわ、暗い。すごく暗い。ほい。じゃあここですね。ほい。バイクがいましたよ。ほいっと。じゃあここで休憩しましょう。湖見てみますか。ほう、綺麗だ。シールド下げよう。ほんのすぐ上らへんにまだ雪が残ってんね。 CB1100。 あ、ダム渡れないのか。通行禁止って書いてあるな。あ、車両が入っちゃダメだ。人は入っていいんだ。タゴクラ。怖。塀低くない？こっちは？うん。怖い。休憩しよう。